はい、通常枠です。2018年3月の5日23時3分です。よろしくお願いします。はい、剣断面ワードツーよろしく。はい、ワードツー、みんなワードツお、ゆいこさんいらっしゃい。お疲れ様でーす。はい、ワードツ。みんなワードツ。はい、どうも。おー、上着ちゃんありがとう。風船ありがとう。別にな、俺、キツネ枠逃げてるつもりなかったんだけどな。キツネ枠逃げだったんだ。逃げか、キツネ枠って。キツネの方が厳しいよね。逆に逃げてないつもりでやってたんだけど。はたから見たら逃げだったんだね。ちょっとよく分かんなかった。ドレさんそろそろ復活するのかな。ドレさんがなんか恋しくなってきたね、だんだんね。そろそろね、ドレさんの雑談聞きたいよね。ドレ不足だよ、ドレ不足。ドレロス現象。ドレさん、もうそろそろ声は出ると思うけど、声帯に傷がついてるから。多分ね、あんまり声出さない方がいい。あの人ほら怒鳴るじゃん、バーンって。だから喉がもうガラガラだったの、かわいそうだよあれ。今日なぜかふわっちだけうまくつながらない。嘘、今見れてるから大丈夫でしょ。なかなかアクセスできないの。なんかサーバーが重いのかな今日。ドレさんと慣れ合う。俺別に慣れ合ってないよ。昔大喧嘩してるし。慣れ合ってはないよ。別に。ただ単純に仲がいいだけでしょ。ドレさん嫌いっていう人の気持ちはわからなくないけど。俺は個人的にドレさん仲いいんだよ。別に俺の交友関係だから別にいいんじゃないの。いやー、わかんない。愛子さん、どうなったんだろうね。お見舞い。いや、愛子さん結局行くっつって向かってたんだけど、結局結論わかってないよね。どうなったんだろう。愛子さんなんて言ってんだろう。ねえ、前枠からいらっしゃい、ねりうめちゃん。楽しんでってね。ハーハー船長いらっしゃい。楽しんでって。いらっしゃい。どうなったんだろう。のんちゃんコップある。剣断面バーガーありがとう。ありがとうね、いつもアイテムありがとう。剣断面いい人なんだよ。ツイッターいいねボタンとかよく押してくれる。はい、ありがとう。洗った？洗ってある。洗ってある？洗ってないよこれ。洗った？ありがとう。おお、ロビーいらっしゃい。ワード2。どれってコラボばっかり。ああ、いや、コラボ枠に上がってない。プライベートで仲いいんだよ。配信回してないよ、俺。別に慣れ合ってるつもりないよ。うん。ケンタメ、そのマーク何？かわいいね。そんなマークあるんだ。なんか花粉症なんか目がかゆいんだよね、すげえ。目がめちゃくちゃかゆい。あー、よくやってるね、ドルさんね、コラボ枠。あれ、つまんないよね。いや、つまんないんだもん、だって。
ドレさん一人でオナニーしてるだけでさ、全然配信者置いてこぼりじゃん。ありがとうバーガー、ありがとう。バンナムさんいらっしゃい。すごいね、バーガー100個。ロビちゃんありがとう。ありがとう。すごいね。つまんないよね、あれは。俺もつまんないと思ってるよ。俺別にドレさんにつまんない時とかつまんないって言うよ。サメ島さんにも先輩でも言うし。あの、慣れ合ってないよ。多分ね、ジャーニーさんって呼ぶのかな。ジャーニーさんが誤解してるよ。俺、サメ島さんにもドレさんにも言うよ。うん、ピンの方が面白いよね、ドレさんはね。まあいいじゃん。本人がコラボハマってんだから。しょうがないよ。俺らが口出すことじゃないよ。俺らも配信者なんだから。俺らもっつうか、みんな配信者じゃねえか。でもサメラがすごい人気あったのはびっくりした。サメラ大好評だったね。かっこいい囲われ方が半端じゃなかった。俺見てなかったんだよね。ねえ、タイムシフトで見てみたらどうなんだろうね。匿名の方がコメントは走るけど、まあいいんじゃん。ダサいって言われたし、通常枠やれよって言われたから、俺はどっちでもいいんだよ別に。あんま変わんないよ、うん、自由にコメント書きゃいいだけでしょ。ね、のんちゃんドラム叩きたいよ。ドラム行こうよ、のんちゃん。Wi-Fi レンタルショップがないか。ドラム叩き行こうかな今から。ドラム見たい人いる？ドラム、ドラム見たい人いる？雑談の方がいい？ドラム結構盛り上がるんだよね。久々ドラム叩きたいな。微妙？今雨降ってんのかな、どうなんだろう。ドラム見たい？叩きに行く？1時間後ぐらいになっちゃうけど、電車移動するから。 Wi-Fi はお店にあるんだ。半分できた。うん、うん、こっち側撮って撮って。あ、いいんじゃん、いいんじゃん。のんちゃん、カメラ映していいの？うん、のんちゃんがメイクしたよ、みんな。何メイク？これは。うん、お出かけ用。お出かけ用ハーフメイク、カラコンも入れてんの、うんうん、外人さんみたいだね、うん、何自分で笑ってんの。半分だけだから、うん、外人メイク。ここに映してちゃった。え、うん、ここ、あ、正面がいいってこと。うん、いいよいいよ、見てこな。まあ、うまくできたんじゃない。いいんじゃない。うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、うん、今練習中なんで。いいんじゃない、両方やりなよ、せっかくだから。片方片方しかできてないじゃん、両方やってきなよ。綺麗だよ、うん、YouTube 見て練習中。
YouTube よく見てるよね、メイクの。かわいいよ。ねえ、かわいいよね。歌舞伎もドラムやるんだ。へえ、知らなかった。歌舞伎ドラム叩けるんだ。うん、そうだね。明るい髪似合うよね、のんちゃん。俺も似合うと思うね。もう言いたいこと言ってるよ俺。全然言いたいこと言ってるよ。てか別になんか狐だからみんなが気を使ってるだけで、俺自身はあんまり主張変えてないよ。あの、分かってる人分かってると思うけど、俺別に言いたいこと普段から言ってるよね、みんなね。だから逆に俺は逆にみんなに言いたい。普通枠の方が別に普通にコメント書いていいよって。もう全然変えてないよスタイル。むしろ、キツネ枠でもアンチコメントなかったら穏やかの。言ってるよね。全然変わんないよ。むしろみんなの方が気使ってると思う。うん、怒るとき怒るし、通常枠でも。コメントが変わったらトークの内容も変わるでしょ。別にずっと怒り続ける方がおかしいんだから。俺は別に変わってないよ。みんなが変わっただけだよ。あ、ごめんね。ごめんね。うん、イヤホン勢は耳痛いよね。なんかさ、お風呂場で聞けるさ、Bluetooth スピーカーで有名なのある？なんか防水の Bluetooth スピーカーが欲しいんだよね。お風呂でも配信聞きたくてさ。ちょっと待って。スピーカー、防水なんかいいのあるかな、 Bluetooth スピーカーみたいな、なんか配信で聞けるやつ。バッファローがいいの。うん、お風呂で聞けるやつ、防水機能、ポータブル、ワイヤレス。あ、 JBL あるじゃん。これをお風呂で聞けるのかな。充電が必要なのか、うん、これいいかもな。お風呂で配信聞きたいんだよね、湯船浸かりながら。最近放送見てないかな、 YouTube ばっかりだけど。最近見てない。髪の色いい感じ？解放。いらっしゃい。うん、さっき染めたの。うん、マッシュルームになっちゃった。だからもう切らないとダメだね。トップが重い。この辺が重いから、立つように変えてもらう。切らないと。放送自体あんま見ないんだよな、俺な。
わあ、こぼしちゃった。パーマはね、人生で2回ぐらいかけたことあるけど、パーマはあんまり、うん、パーマは、うん、微妙かな。なんかあんまりね、かからないんだよね、強く。2回だけあるね、人生で。単発のスッキリしたのが好きなの。キツネじゃないと言いづらい。いや、別に言っていいよ。みんなはそうなんだろうね。キツネじゃないとなんかコメント書きづらいんだろうね。いや、普通に、いや、言いたいこと言いやいいじゃん。何も言えねえんだ。その気分が俺にはよくわかんねえかんな。なんでなんだろうね。なんかあんの？言いづらい雰囲気みたいな。コテハンも匿名なんだけどね。あのサムネと色がついて名前がついてるだけで匿名なんだけどね。俺はツイッターアカウントとかも匿名だし、ワドっていうのも匿名なんだけどな。なんか心理的な効果があるんだろうな。よくわかんねえな。両方匿名じゃない？なんか心理的になんかあるんだろうな。よくわかんねえけど。俺ブロックやってないじゃん。
だから名前とさ面を隠してじゃないと言えないことって俺人に言うべきことじゃないと思ってんの。そもそも俺の考え、個人的な考え方なんだけど、名前を伏せて顔を伏せないと人に言えない話っていうのはそもそも人に言うべきではないっていうのが俺の考え方。まあでもそうじゃないふうに思ってる人が多いってことだろうな。いやだから要は堂々と自分を担保に発言ができないってことでしょ。だってさ、生きてく上で発言をするっていうことはさ、やっぱりそういうことだと思うんだよね、うん、ちゃんと自己責任を負って、つまり誰かに聞かれたらまずい話をしてるってことでしょ。結局誰かに見られたら恥ずかしいっていう発言をしてるっていう自覚があるってことは、そんなの話すべきじゃなくない？最初から。つまりその自分の発言が恥ずかしいってことでしょ。要約すると。違うの？そういうふうに俺は聞こえちゃうかな。あの人こういうコメント普段書いてるんだ、嫌だなって思われたくないってことでしょ。それって大人がやることじゃなくない？おいっすー。あのね、体調だいぶ良くなった。今日はね、カフェイン多めにとってんの、ハッサモさん。わだつ。だメンタル調子いいよ、今日は。のんちゃんも元気だし。仕事終わったの、ハッサモさん。おかえり。できた。うん、できた、おいで。一緒に雑談やろ。おいで、おいで。この辺作って、開けて。まあ、いいじゃん、いいじゃん。かわいいよ。ハーフメイクか。おいで、おいで。いいんじゃない。カメラ自由にしよう。おんちゃん背低いからね、うん、無理はしないですよ、初友さん。ありがとうね、いつも応援。なんでノンラブって俺のフォロー外したんだろう。なんか言ってた、ノンラブ放送で。なんか調子が悪いみたいな。あ、そうなんだ。体調が悪いって。あ、本当に？なんか嫌な思いさせちゃったのかなと思って。急にフォロー外されたからさ。いいじゃん。でもまつげつけてないから本当はもっとかもっとクリーンってなるの、うん、いいじゃん、外人顔、顔濃いもんね。あとチークもしてる。チークってあの赤いやつがほっぺたの、うん、のんちゃん普段すっぴんだもんね最近ね。昔はメイクやってたけど、メイクしたらいいのに、可愛いんだから。顔出し整ってる方だと思うよ。とびっきりの美人とかモデル級だとは思わないけど、一般人だったら綺麗な方じゃん。腹立つわ。じゃあだから、うん、YouTube の人がこうやって見せてくれるの。やってこないよ、やってこないよ。ビフォーアフターでしょ要は。やるよね、 YouTuber やるよね最後に、うん、キラキラキラーってエフェクトかけてね、うん、腹立つよねなんかね、うん、
でも再生数とかすごいでしょ、やっぱ化粧配信って人気のコンテンツでしょ、料理とかと一緒で。いい時代だよね、メイクとかね、本とか買わなかった、買わなきゃいけなかったもんね昔は。ありがとう、グレイト花火ありがとう、ハッソモさんありがとう、いつもありがとう、教えてくれんの YouTube がね、うん、のんちゃんのおっぱい干し柿じゃないよね、うん、うん、鮫島さんが間違ってるよねあれ、うん、のんちゃんのおっぱいプリンプリンだよね、プリンプリン本当に。何カップ？いいカップ。おっぱい綺麗だよね、形ね、自分で思わない？あ、女の子同士っておっぱい見たりしないのかな、どうなんだろう。女で見る、女で見る、うん、おっぱいの形綺麗だよね、のんちゃん、うん、綺麗、うん、脱いだらすごい、脱いだらすごいのよ。のんちゃん身長ね153かな、うんうん、最近萌え声の研究成果出たの知ってる、うん、萌え声って身長が低い傾向が分かった、あのね、背がでかくなるとやっぱ声帯が太くなるから、うん、絶対声が低くなるんだって、うん、そうで身長が低い人ほど声帯が高い声出やすいから萌え声になりやすいんだって、うん、だから萌え声イコール低身長って考えて OK ですよっていう、うん、なるほど、そう研究成果が出た。確かに言われてみたらさ、誠さんとかも背低いんでしょ、うん、誠は背高いよ、ま、あ背高いの、うん、あんな萌え声なのに。そう、167ぐらい、めちゃめちゃスタイルいいじゃん、うん、モデル体型、へえ、チビだと思ってた、うん、ロリロリっぽい声だもんね、うん、誠の声かわいいよ、ずるいよね、うん、あれ本当にあんな喋り方なのかな、うん、普段もだってもうずっと何時間もあれで配信できるじゃん。一回もミスったことないの、うん、その地獄みたいな、うん、ないない萌え声、萌え声やってみて、こういう感じ、うん、マイク入れ、マイク、マイク、これもやって、いいよいいよいいよ、取って横にパカって外して、パカって引っ張らないでよ、ちょちょちょ引っかかってる引っかかってる引っかかってるから、これで、うん、じゃあマイクここだから、そうやればいいな、クリップ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 、そう、あ、こんなぐらい、こんな感じかな、こんな声、こんな感じかな、上声、あ、もうちょっと、もうちょっとこんな感じかな、ちょっと吐息が入ってる感じかな、これで萌え声いけるかな、萌え声、あ、萌え声で、うふあてかもともと地声が萌え声だから普通に喋ってても萌え声だと思うよ。いやもうちょっと、うん、あ、もうちょっと、高いんじゃなくて、うん、こんな感じじゃない、でもわかんない、スピーカーで聞こえてないから、スピーカーで聞こえてないからヘッドホンつけてないかわかんない、そうか、普段はもうちょっと低いかもしれないけど、あれ声が低く聞こえる、なんでだろう、あ、マイクが近いから、マイクが近ければ近いほど低音が広い、マイクが近いと萌え声に聞こえない、ボソボソ、あ、空気拾っちゃうのかな、イケボ配信吐息が多いでしょ、それは近いからな、バフバフ言うの、じゃあこれでゲーム配信とかやったらいいかもしれない。ああ、痛い。痛い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 。じゃあちょっとこれヘッドホンつけてみる。やってみて。聞いてみて。俺今これ油があるから。油、油？油に夢中？油に夢中っていうか手がベトベトだから。のんちゃんより油に夢中？いや油大事なメンテナンス。こんなに飴色になったんだよ、これ茶色だったんだよ、そうだ、ほんとにほんすごい黒くなってる、うん、これはインディージョーンズとかに出てきそうでしょ、かっこいいでしょ、使い込んでて、
元の色だってさ普通の白っぽいさ、そうそうそう、なんか明るい、そう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 、泡だったでしょ。すごいね、なんか1年ですごい変わった。1年じゃないもうこれ3年ぐらい経ってる。あ、そうなんだ、うん、ちゃんと皮はこうやって手入れするとこうなる、うん、そうなんだ、くすんで綺麗でしょ、アンティークみたいなの。萌え声は裏声に近い、裏声に近い、裏声に近い。普通の声で喋った方がいいと思うよ、もんちゃんは。あ、そうなんだ、うん、じゃあ、じゃあさ、うん、その方が俺は可愛いと思うじゃあさ、こんなんさ、萌え声とか言っててさ、うん、あ、滑舌がでもさ、悪いからさ、それ可愛いんだ、もう。あ、そう、あ、顔面が、髪の毛がさ、なくなって顔面がでかくなってる。普通のんちゃん顔でかくないよ。くだ、俺が小顔すぎるんだよ。めちゃめちゃ小顔だよね。よくだってさ、ここにさ、なんだっけ、アンテナじゃないけどさ、こういうさ、人いるじゃん。はいはい。耳だけ出して。そう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 。インカムっていう。あ、インカム？あ、違う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 。あの、髪の毛、髪の毛。あ、かけてる人ね。そうそうそう。うん、ここだけ出てる人。みんななんかニコ生とかさ、なんかここがこういう風に出てる人が多い。あれは顎を、輪郭を隠すためでしょ。黒柳徹子みたい。黒柳徹子ってどんなんだっけ。あ、それでは皆さんこんにちは、黒柳なんとかでございます。ラララタラララララ皆さんこんにちは、違う、あ、鼻が詰まってるんだ。皆さんこんにちは、黒柳徹子でございます。今日のゲスト、もっと早く喋る、倍速ぐらい喋るといいよ。今日のゲストは、マナさんでございます。こんな感じでございましょうかね。今日もの、マナさんのお便りしているそれはタバコケースでよろしいんでしょうか。もっと間髪入れずバン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 言っていく。全部説明するといいの。あ、そうで、全部説明した後に長文で、で、どうですか。それやっぱりあのどこで買われたりとか、あの気に入ったお店っていうのがあるんでしょうかね。違う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 、もっと言うとだから、和藤さんはね、今手入れをされている、バッグっていうのは何なんでしょうかね。タバコケースでございますね。タバコケースっていうのは和藤さん大事にされているようで、こういう風にね、手入れをしているとくすんできていい色ですね。ところで、そのタバコケースは一体何なんですか。あ、っていうスタイルは、徹子は、うん、すっごい喋って全部説明したのに、そのもう説明しようがないところで質問をぶっ込んでくるっていうスタイル、芸人殺し。黒柳徹子でございます。どうもこんばんは。皆様の中には、あの、この和藤さんの発信をね、あの、いつも楽しみに見てる方がいらっしゃるかと思うんですけども、あの、このちょっとでも声が違うと思うんですけど、どうお考えでしょうかね。こんな声の質とか、あ、ちょっと、たまにちょっと声が変わってしまうんですけど、あ、もうちょっと高い声、あ、もうちょっと高い声、あ、違う、もうちょっと低い声、もうちょっと大人の、もうちょっと、なんていうんですかね、落ち着いた声で喋れ、あ、でも声帯が違う、いかがでしたか、和田さん。こんな感じでよろしいでしょうか。ちょっとね、声質は似てるんだけど、トークのスタイルが全然違う。あのね、和田さん、あの、私デヴィ夫人をさっきあれ面白かった、真似したんです。もっとね、まったり喋る、デヴィ夫人。デヴィ夫人、デヴィス、うん、私ね、あの、あ、いいね、いいね、いいね。もうちょっと、あの、デヴィ夫人のモノマネ、うん、極められると思う。極めようかと。デビスか、で、外国のことをたまにちょいちょい入れるといい、デヴィスからのやるときは。あの、こんなフランスの国王ではみたいな、その海外を結構例えるの、デヴィ夫人は。私の、そんなのはフランスでは常識ではないですよみたいな。私、国では、あの女王だったんです、うん、母先生はありがとう、うん、王妃だったの。王妃だった。じゃあ、あれどこだっけ、デヴィ夫人はどこの大統領だっけ。大統領、第四夫人だったの。どこだっけ、デヴィ夫人。あら、私のことですの。もうちょいゆっくり喋る。あら、私のことで。動画見よう。動画見ましょう。多分ね、いけると思う、デヴィスからのは。
インドネシアの第4王妃か、あの19の時にあの、まあ、途中いたんでございます。あと急に笑い出すっていうのがあるね、高笑いするの。ツボが分かんないんだデビュー時って自分で喋ってね、あおかしいわ。いや違う違う、おかしいわじゃない、あなたなんとかなのよみたいな、あなたそんな、あなたそんなもおかしいわねもうって言って、ちょっとねまだツボモノマネしにはない、こいつとかモノマネじゃない、特徴を捉える、特徴を捉える、特徴、あとなんだっけ、ローラ、ローラってどうなんだっけ、ローラはすごくて、ローラはうんとねーみたいなずっとやってる感じ、うんとねー、ローラなんだけど違うな、あー違うか、モンちゃんがうまいよねローラ、モンちゃんが上手、ローラ、うん、一番うまいと思う、デビースカルのいいんじゃない、じゃあ私デビー夫人で行くわこれから。ちょっと目パッチリ開いてて、ぐーって目開いて、ぐーって目開いて、そうでずーっと一点を見つめて、瞬きをせずに、で、あの統合失調症の状態で絵の解説をするとそうなる、旅人が、あの歌を聞こえて風が歌っている、その風の歌を死者は舞い降りてくるかのように黒の印象的な水玉を描いている、それがあの絵という根源であり、歌を込めてとか言ってずっとやる、それが草間さんそれ大変だ、まばきを一切しない草間さんは、うん、うん、もっと目力入れてガー、そう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 、でちょっと横側になって、でだいたい下の方を見つめてるの、そう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 それが草間弥生さんのスタイル、そうそう怖いよ、ずーっとそうしてんの、ガーって見てるっていう、うん、そうで横歩きするのね、こういう風に歩くんだよね、うん、草間さんってこういう、うん、膝を使わないで歩く、でもね草間さん多分太らないと似てないと思う、うん、太ったら似てるかも、ね、太ったら顔の系統似てるかもしれないね、うん、目がギョロッとして目力あって、YouTuber の真似、うん、だっていつも見てる人がこうやってやってるのも、うん、自然にしてた方が可愛いよ、うん、面白いな、自然がいい、そしたら顔が濃いからね、うんうん、まあ、バッチバチのね、うん、まつげつける、バッチバチ、薄く化粧とかしてみたらいいのに、ナチュラルメイクつまんないんだもん、つまんない、うん、だって動画の人さ、うん、もうほんと薄い顔なの、うん、知ってる知ってる、のんちゃんは濃い顔じゃん、でもその人がすごいもう全然もうケミキラ理論でしょ、薄い表面的な顔を作り上げるみたいな、のんちゃんもともと造形深い顔だから彫りとかが、あでもこれでも全然薄いよ、うん、濃いよいや濃いよ、違う普通の人はこれぐらいなんだって、もう、うん、液とかこうやって見て、うん、あ化粧してると思って見てるんだけど、うん、だから本当に何だろう化粧し、これ俺が買ってあげた唇、これは違う、違う、これは YouTuber おすすめの人、うんうん、YouTuber おすすめの人がこれともう一個 の、 あの買ってもらったやつ、うん、あれがいいって言うから、うん、そうあれ落ちない口紅なの、うん、
でプチプラっていうのが流行ってるの今。何ですか？プチプライス、安いメイクのメーカーっていうのがあって、うん、でそのメーカーのコスメでどうやっていかにうまくメイクするかっていう。ありがとう、風船ありがとう。でそういうのを一生懸命教わって、うん、でドラッグストアとかのやつがだいたいプチプラプライス、プチプラっていう、うん、そのゾーンに入ってる、うん、なんだろうな、あとなんだろう、化粧品なの。うん、でデパートとかのは高い、うんうん、ユウってどんなんだっけ。あでもユウはちょっと、ユウは多分つかみやすいと思う。テンションが高すぎてグッドキデーみたいな、いやもうみたいな、なんつうの、難しいんだよね。ユウは難しい、鼻にめちゃめちゃかけて、いやね、マチモチなんだ、なんて言うんだろう、メチメチさんじゃなくて、ユウは癖難しいよ。ユウはメチメチじゃなくて、うん、難しい。ユウは難しい。おズワイガニ久しぶり。ズワイガニさんこんにちは、こんばんは。ひみたいな、ってなんつうんだろう。ユウは難しい、うん、できそうでできないね。ユウは結構高等技術、うん、あの光宇多田ヒカルのモノマネするのがめちゃめちゃうまいよね。ミラクルヒカルがうまい、うん、喋って。いいよいいよ、ゆっくりでいいよ。精神科の待合室みたいになってるけど大丈夫かな。精神科の待合室こんな感じだよね、うん、みんななんかもうギョロッとした目でフラ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 して、で大体ちょろちょろ歩いてる人がいるんだよね、一人ぐらいで。徘徊おばあちゃんみたいなのがいる、うん、これ長かったらどうだと思う？今日ショート似合うと思うよ。あのさ、おでこ出してロング、うん、っていうか前ロングだ、それだったじゃん。おでこ出ちゃった、知らないよ。おでこで出すか出さないか、ショート似合うと思うよこれ、うん、まあ楽でいいね、うん、風呂入らないし、うん、浅野敦子は難しいんじゃないかな。浅野敦子宇多田ヒカルは特徴を捉えやすいね。ただ声質が合うか合わないか、あとは憑依できるかどうかだ、ね、似合うよね。いや髪ショートになってるよ今、横向いてごらん、グーってグーって横向いて、そうほらショートショート、俺が切った、いいよ、うんまうんまうんまさきこう、いやー、あまあね、まあさ今妊娠してるからね、ちょっと状況が特殊だよね。猫背直すわ、猫背ひどい猫背だからね、おばあちゃんみたいだから、スタイルいいのにもったいない、うん、胸を3センチ張ると人生変わるよ。この間2センチだったのにこの間2センチって言ってた。ホームレスの匂いはきついな。ホームレスの匂い、うん、お前もだよ、粘土の匂いすんの。
お風呂の熱気で、水蒸気でむせちゃう。2日で臭くなるね。そんぐらいになってくると、あのなんだっけ、あそこ羽衣を行きたくなってくるから。それダメ。人としてパートナーに迷惑かけるから。うん、俺が今日入ってなかったら嫌でしょ。こっち。あらちゃん。だって全身きれいにしないと。うん、自分がいいとかじゃない。俺が風呂入んなかったら嫌でしょ。この辺の髪まぜまぜしてみたら、ちょっと違うんだよね。トップがもう前髪の長さと一緒になってんだよ。そっか。だからね、ここを切らないとボリュームが出ないのよ。うん、もう要はね、ダメなの。もうセットが、トップをここをもうちょい立ててサイドを刈ると、うん、こういう髪型だといいんだよ、わかる、うん、だけど横のボリュームが出やすいのね、俺。うん、入るまでがだるいの。そうそう。いや入りゃいいんだ。これまたさ、化粧して、うん、今度落とすのがだるい。そんなこと言ったらダメよ。毎日頑張ってお化粧する。だるいって言えば言うほど自己暗示がかかるから、その入るのが嫌になっちゃう。だから入るのが気持ちいいってセットアップしないんだもん。そうか。おやすみなさい。おやすみなさい。いいピンクだって。これ可愛いよね。半ズボン。はい。これ取って、くるくる取ってこれ。ちょっと可愛いって。ありがとう。大掃除したいな。一回模様替えしたくてさ、これさ、のんちゃんのためにパーテーション組んだじゃん。なんかいい間取りないかな。なんかこれ放送やりづらくてさ、狭いっていうか、うまく画角使えてないんだよね。セットちゃんと組みたいな。どうするのがいいんだろう。いいんじゃない。耳出した方が可愛いよ。耳後ろ縛ってみたら。ちょっと縛ってみて。それ好きだよ。じゃそれ残したまま後ろだけ縛るの、それ好きだけどね俺。うん、可愛い。これ可愛くない。横向いて、横向いて。これ可愛くない。のんちゃん、俺これ好きなんだよね。のんちゃんの後ろ縛るのどう。みんなこれかわいいよね。ちょっと短くなっちゃった。うん、いやそれ縛ってたらかわいいよ。俺好きだよ。ほら見て、ほらかわいいよね。うん、ちょっと正面向いてほら、それいいよ。うん、ねいいよね、似合うよね。
耳出した方がいいよ、のんちゃんは。耳出した方が顔の輪郭が細く見える。片方だけ出してみたら。片方だけ。セレブ、うん、そういうの。ほら、ジル・バレンタインだよ。ジル・バレンタイン。バイオハザードの女主人公が、この、これで、ジル・バレンタインこれだよね。ショートカットで片耳だけ出してるって。片耳もいいじゃん。うん。耳は出した方がいいと思うよ。これだと顔がでかく見えんの。輪郭が太くなるから。この方が細く見える。うん、いや、反対側出した方がいい。反対側だね。そっち側じゃなくて、こっち。うん、こっちの方が似合う。だからね、ここをね、もっと押さえればいいんだよ。こういう感じ。かっこいいでしょ。うん。うん、そっか、もしくはさっきみたいに、ここだけ下ろして、縛るといいよ。眉毛濃くない？いや、眉毛濃いの好きだよ。いいよ。大丈夫。うん。全然俺は。ピアスは開いてんの？開いてない。開いてる。開いてるけどね、すぐかぶれちゃうの。ダメか、金属アレルギーか。だからプラスチックのとか。はいはいはい。まあ、ピアスいいかもね、片耳出す方ね。まあ、メガネ外した方がかっこいいかな。こうすると見えないんだよね、もう自分の顔が。ぼやけて。メガネ本当はかけたくないんだよ、俺も。もうぼやぼやで見えない。ない方がいいよね、でも。あ、いや、のんちゃん似合うと思うよ、派手なピアス。ゴージャス系が似合う。俺はシンプルな方が好きなんだよね。さらっとおしゃれな方が好き。メガネの良くないところ、度数が強くなればなるほどね、目が小さく見えるんだよね。顔が寄っていくっていうか、目の本当、本来でも小さいのに、焦点がこう、ここにギュッてなるから。全然違うよ。てか鏡の方が正確、ああ、どうなんだろうな。あのね、広角レンズだから横に広く見えるの。だから実際もっと俺小顔だよ。のんちゃんも小顔だし。だから俺異常に小顔なんだよね。異常に小顔。あの、配信者が並ぶとわかるよね。見てみる？配信者が並んでるところ。だからスタイルいいっていうか、小顔でびっくりするってすげえ言われるもん。なんかあるかな？身長170なんだけど、顔が小さいの。他の配信者に比べて。あ、いるね。メガネかけると優しく見える人ね。スタイルいいってよく言われるかな。これとか分かりやすいかな。顔が、あ、間違えた。あれ。これとかでも顔が小さいの分かる？他の人に比べて。まあ、体はボテッとしてんだけど、か、実際の方が痩せて見える。痩せて見えるよね。あの、他の人に比べてさ、顔が小さいの分かるの？異常に。セブンさんもだいぶ小顔だけど、セブンさんより小さいかんね。のりゆきさん顔でかいかんな。これちょっと分かりづらいかな。
これちょっと分かりづらいか。そうそうそう、捨て頃やる前のあの写真を見せたかったんだけど、今手元にないな。そう、あれを見せたかったんだよね、まさに。ちょっと待って、集合写真ね、5人並んでるやつがあるんだけど、あれ分かりやすいよね。ズキティはでっかいよ。ズキティビッグバンガールって呼ばれてるだけあるよ。本当にでっかいよ、びっくりするよ。ズキティはあれ捨て子の前ってことは何月だ、あれ5月、去年の12月とかかな、去年の12月とか。配信の前だから結構前だな。どうしてもねカメラアップだからね、配信はね。あ、この辺か。アーミーはどつ、そろそろ出てくるな。あった、多分ね、みんなが言ってるのこれのことだと思うんだよ。これでいかに顔小さいかわかるでしょ。てか金梅さん顔でかすぎでしょ。ドレさん身長ある、ドレさんの身長で顔の大きさ、これ小顔だと思うんだよ。8頭身、あ、7頭身ぐらいあると思うんだけど、金梅さんと便所さんが顔でかすぎるんだよね。前に出ててこの大きさだから。光くんと俺が並んでる一番後ろに立ってるんだけど、金梅さんと便所さんが顔でかすぎるでしょこれ。金梅さんしかも一番前に立ってこの大きさだからね、うん、風船ありがとう。のり巻きせんべいぐらいの大きさだからね。でもね、あの配信者は顔でかい方が有利だと思うよ。オーラがあるっていうか、多分この写真だよね、うん、顔小さいでしょ俺、うん、いや、正直俺の倍ぐらいあると思うよ。顔の大きさ倍ぐらいあると思うよ。マジで顔でけえかんな。これが捨て頃の時のあれだけど、顔小さいでしょ。ありがとう、クール花火ありがとう。顔小さいでしょ意外と、身長に比べて。すげえ小顔な。あ、意外って言われる、わかる。だから実物かっこいいって言われる。ありがとね、クール花火。みんなバスアップしか見ないかんね。全身映ってるやつあるかな。こんばんは、卵
ピューレ卵愛さんいらっしゃい。これとかね。風船ありがとう、ジョージャクさん。これは波さらわれるかと思ったよな、本当に。これガジで冗談じゃなくて死ぬかと思ったかんね。この岩のところまで波来たかんね。この後。これ危なかったよな。懐かしい。持ってかれそうだったね、実際ね。これがね、五色沼っていうところをね、見に行ったんだけど、旅配信で。もう、冬の山ん中この状態で、のんちゃんと入って、のんちゃん5回ぐらい転んでたからね。これが大体配信者の風景よ。こういう画角で見るの珍しいでしょ。これは目立つでしょ、パソコンで。大体こうやって配信やってんのよ。みんなはね、このカメラからさ、このカメラからこっち側に向かってしか見ないからね。これが配信者の姿ですよ。声でかいね。声でかいね。でこれがその発見した五色沼。一つの沼なんだけど、1、2、3、4、5か。五色沼って言って、沼が五色に見えてる。これは感動したよね。これが一番綺麗だったよね、五色沼がね。沼がいっぱいあるんだけど、なんでか知んないけど、その地面の色なのか何なのか、誰もいなかったね。これは感動したな、五色沼。大変でしょ？これが鶴ヶ城かな。これ鶴ヶ城だっけ。これがこれなんて言うんだっけ。福島のお城、有名な鶴ヶ城じゃなかったっけ。これ違うか。鶴ヶ城じゃないっけ。名前忘れちゃったけど、すげえ綺麗だったよ。バジリスクのこれ確定演出でしょ。これバジリスクでしょ、完全に。加減の月がでしょ。水のように優しく、花のように激しく。ここはすごかったな、マジで要塞だったかんね。綺麗だよね。いや、やっぱね、日本全国回ったらいいもん見れるよ。ふぐちゃんいい人だったね。でこれがあの荒野と、最初の頃の荒野と、もう売れる前の荒野なんだけど、心ちゃんと辰彦の奥さんにうざがらみする荒野だよね。全く売れてないのにさ、この心ちゃんと両手に花ではべらかす荒野ってすごくない？俺こいつすごいなと思ったもん。一番後輩なのに人の奥さんとね、心ちゃん人気 AV 女優をこういう絡み方するっていうのすごくない？帝王でしょ。ゆうゆうの奥さん可愛いよね。ゆうゆうの奥さん、あ、ゆうゆうじゃない、辰彦の奥さんね。ゆうゆうちゃんすごいよね。こいつ不てえわと思ったもん。でこれがドレさんだよね、これはドレさんの、よくやってた「よっかわいい子ちゃん」って言って、女の子のカソナム主に、ナンパを仕掛けていくドレさんのこんなことばっかりやってたんだよ昔。どこにいてもカソナム主の女の子の枠に絶対いるの。すごくない？「よっかわいい子ちゃん」っつって
そのなんかね、もうその売れ始めた頃こうやってナンパしてたの。すごいよね。でその俺に DM が舞い込んでくるっていう、ね、またドレさんナンパしてたよって。病気だよな本当に。病気。はい、ワード2。あ、これも分かりやすいんじゃない。もう集合写真だね。金梅さん、テル、まあ捨て頃の多分サインする時かな、これは調印式かな、うん、可愛い子ちゃんとか怖すぎるよ、うん。まあ、ドレさんはやっぱでかいしスタイルいいよね。あ、今より痩せてるね捨て頃前、試合前だからすげえ顔シャープ。ちょっと今太ったねドレさん。これかっこいいねドレさん、すげえ締まってる。減量成功だね。減量成功。ドレさん見た目かっこいいよ、ダンディーだよすごく。サムネはずるい。サムネはあれすごいよね、鍛え上げてるもんね。若彼氏頃のドレ、去年だけどね。いや、まあまあかっこいいよ見た目、やっぱり体鍛えまくってるからね、うん。胸筋なんかケツだもん、お尻だよ。女の子のお尻よりでかいんじゃないの、下手したらめちゃめちゃでかいよ。まあまあまあ、うん、好き嫌いは分かれるけど面白いよ、実力はある人だよドルさんは。好き嫌いは本当分かれるけど、てかね最近ねちょっと配信、俺が好きだった頃の配信スタイルと変わったの。あ、もうこの人すげえ面白いわっつって太鼓判を押しまくって絶対売れるって言ってた。俺が言ってた頃30人ぐらいの頃なのね、閲覧30ぐらいの頃に、あ、この人は絶対売れるわって言ってたんだけど、俺が思ってたより売れたんだよね。でもちょっとスタイルが今違うっていうか、なんかこう荒れてるというか情緒不安定というか、うん、まあメンヘラ簡単に言うと。メンヘラのおじさんでしょあれ。まあまあ面白いですよ。でもね女の人はあんまり最近受けが悪いかもしれない。昔はね、あの主婦勢がいたんだけど、ああ配信者はよく言われるね、キラキラしてるって、子供みたいな顔って。ドレさんのまったり配信いいんだけどね。でもねドレさんまったりのスタイルに変えたらね、多分閲覧減るかもしんないけど花火上がると思うんだよね。なんかその野じ馬が多すぎる、あそこの枠もう枠になってないもん。なんかドレさん怒らせよう怒らせようっていうね、ドルさんも怒っちゃうから本気で、なんかちょっとやりづらそうだよね。
配信者は確かに鼻のある人多いよな。サミュエル・モーランドさん、メガホンありがとうございます。不正はしてません。してるでしょ。不正はしてるでしょ。トイレ行きたいな。トイレ行ってこようか。膀胱パンパン。モンちゃんトイレ。モンちゃん。トイレ。部屋汚すぎる、いくらなんでも。キツネワークの方が面白くない？どう？コメントの数が全然少ないからやりづらいんだよね。そうか、キツネ枠に戻そうか。ちょっとやりづらいね。ちょっとやりづらいかな。なんか普通に面白くない。キツネ枠の方が良くない。コメントなかったら話すことないもんな。